茶臼山古墳にやってきましたが、全長は250メートルあるんやからね、ものすごく大きいんでしょうね。ああ、これ水はないな。これは川でございますね。どっか入れまかな、これ。ん？行き止まりか？行き止まり？行き止まりになってますね。あの向こうに大きな古墳があるんだけどね、あれもね。ここ行けるよ。ここ上がってみましょう。なんかここにね、看板があるんですよ。看板見るじゃん。こうなるよ。高いね。20メートルぐらいあるのかね。はい、茶臼山古墳でございます。前方こういう、お、国が来てるなっていいな。全長は270メートルですか。前方が最も、ただね、前方こういうふうに誰がないんですね。豪が残ってないですかね。もともとなかったのかな。歩けるよ、なんか。珍しいね。国の指定になってるんで。お、これどうした？これもう、山でございます。歩けるんかな、これ。回れそうじゃないか、これ。これの上には、見えないですよね。ちょっといけないね、これは。お、横行けるか。この横、ちょっといけるかもしれないね、ちょっと。こちらがすごいけど。200メートルですからね。まあそこそこですけどね。よいしょよいしょ。おお、行きますね。やっぱりね、横の水がないと、前方公園もね、衛星写真で見てもね、今一個でございますからね。形はね、かなりよく見えるんですよね。200メートル以上のところで回ってないのがね、近畿で、もうあと1軒あるのかな。ほとんど回ったことは回ってませんでしたわ。残念でしたね。勘違いしてた。こっち行こうか。こっち行こうか。これちょっと、形がどうなってんだ、これ。こっからは、ちょっとよくわからんな。こう行く。うん。なんか行けそうで行けそうでなさそうで分からんな。まあそこそこね、高さあるんやけどね。なんか歩いた跡がある自分と誰か歩いてるんだね。ずっと回ってきたけど、どっち、
こちらの方が何だろうね、こちらの方が豊富かな、ちょっと形わからんね。見た感じのこっちが豊富みたいな感じだけどね、ちょっとよくわからないですか。ほらほら、なんか抜けれそうやな。ほら、ぐらいに信じたの。おお、ここで何の見るや。あらあら、ここにほら、なんかね、今夕方なのかな。ほら、これオイルだよね、これ。オイルの変化。ずっと回ってきたもんな。ほら、あっこから降りれんねや。あっこからちょっと降りていけんねや。この道はどこの道だ。ああ、あれか。飛鳥から来る道か、これ。飛鳥から桜へ回ったら道回りやほうやったかな。これ行けそうやろ。逆光でね、眩しいねんな。おいおいおい、これはね、こちらの方が、妖精のこっちもわからんね、作業して丸いからな、どっちが方向ちょっとわからんな。で、降りとんねん、ここから。おお、ここね、こっちは方風ですね。反対側が円風やね、これ。ほんで、どっから上がったんだ。上がったとこわからんな。うん、うん、これを行く。あっちが円風や、やっぱり。だから、どっかこの辺から、おいおいおい、ちょっとこの辺水で崩れてますね。おお、こうか。ああ、こう見るとなかなか分かるね。こうやね。こっち手前の平地は何だろうね、これ。ものすごい緩いやけど、これはひょっとするとここが前、ここにね、水入って張ってあるのかもしれんね、これ。ひょっとすると型がなんか残ってないかね。これ、水が残ってるかもしれないね、これ。あったかいかもしれないな、こんなやつ。ああ、中でみんな上がって。上がって遊んでますわ、これ。これほら、橋もあるしね。ところで行けんのかね、これ。ここまで火変えるのも大変やけどね。行けそうで、どうなんだろう、こう。いけそうなんだけど、どうやろうね、これ。これ行ったら良さそうやな、ここ。これはだったのかな。おお、おお、おお、おお。危ない危ない。あ、ここに橋があった。残念やった。ここに橋があったんですか。これは橋だったことやね。ほら。200メートル以上あるんで、やっぱそこそこあるでしょ。シャウステマコも何にもないね。大体ね、あの、図か写真かね、飾ってあるとこ多いんだけどね。これやろ、間違いないかね。いや、それでこれ一周やわ。
さあ、呼吸そうになって一回で、はい、ここよ、ここで一周やね。はい、回りました。はい、倒すような古墳でございます。間違いないね、こんな高さやからね。はい、ここですね、国の指定史跡やからね。